まゆりん、はい、ついにルームツアーするよ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。スローライフのしんさんとまゆりんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本日はハッピーワンプラスのルームツアーをしたいと思います。以前私たちはキャラバンで車中泊旅を楽しんでいましたが、より快適な車中泊を目指してこの軽キャンピングカーハッピーワンプラスを購入しました、はい、で2022年6月にこの我が家のハッピーワンプラスは納車されました。はい、はい、最近車内の様子とか DIY した部分を紹介してほしいっていう声がちょこちょこ聞こえてきたので、うん、私たちのハッピーワンプラスがどのように変化したのかお伝えしたいと思います。はい、またキャラバンから乗り換えて良かったのか悪かったのか、ハッピーワンプラスという軽キャンピングカーを購入して良かったのかなど、軽キャンピングカーの購入を検討している方にとって少しでも参考になればと思っていますので、興味のある方はぜひ最後までご覧になってください。それでは行ってみましょう。まず外観から見ていきましょう。いやでも目につくのがこのスローライフの自作ステッカーです。ちょっと恥ずかしいですけど、こちらのドアミラーですが、ハイゼットトラックのマイナーチェンジ後は電動格納式ドアミラーになっています。これだけでもかなり便利になったのですが、自分たちはドアミラーの自動格納ユニットを取り付けました。エンジンをかけたらミラーが開きます。ロックをするとミラーが閉じます。次はフロントの足回りですが、車高調が入っています。ノーマルは後ろ下がりになっているため、フロントの車高を下げてバランスを取ると同時にフロントの足回りをしっかりさせることにより高速走行がかなり安定しました。しかし風の影響は受けやすいので、足回りを強化しても高速走行は注意が必要だと思います。軽キャンピングカーでもハッピーワンプラスのようなキャブコンタイプの車はいくら足回りを強化しているとはいえ、高速走行での安定感には限界があります。そのため軽キャンピングカーの購入を検討している方は、一般道での試乗だけではなくレンタルして高速走行を体験することをお勧めします。次はスローライフ号の一番のお気に入りでもあります玄関を紹介します。こちらが玄関になります。2人なら直接ステップに靴を脱いで室内に入ることができます。このようにね、靴をこう2人置くことができます。特に雨の日は使いやすいです。この下なんですが収納スペースになっていまして、このようにね、靴2足分なら余裕で収納できます。作るのは大変でしたが作ってよかったって思っています。 FRP で製作したのですが、完全オリジナルのため結構大変でした。そもそも FRP で何かを作るというのは初めてのことで、ビッグボスからご指導いただいたり愉快な仲間が手伝ってくれたので、なんとか完成させることができました。この作業はマンションのベランダではできないので、秘密基地で作業させていただいたこと、本当に感謝いたします。そして自分たちがもう一つ絶対に必要だと思っているのが、こちらの玄関ドアのドアロックです。車体本体のドアロックと連動しているため、個別に開け閉めする必要がなく、めちゃめちゃ便利です。下が加工した、うん、赤いのがここについて、これを回すことによってこの鍵が開いたり閉めたりするねんな、うん、で今度はこの棒を
動かすことによってこの鍵が開いたり閉まったりすんねんけども、この棒をつけるのが難しい。これを動かすことによって鍵がこれな、これを動かすで、こっちはここに穴を開けてこの針金を差し込んで、でこの棒を動かすことによってこの四角いやつな、これが動くんで、こうやってこうな、そういう仕組み。同じ形、アマゾンで売ってるここに穴開けたやろ、でさっき言ってたこの鍵本体をこれ動かすのに、これは下まで貫通させるとこれが割れてしまうから途中まで開ける、これがプロの技。これね、針金を切ってここを折り曲げて加工しました。この針金が長かったら取り付けができなかったのでね、プラン B に変更しました。でこれをどういうふうにね接続するかと言いますと、伸びた針金を直接ここにね付ける予定だったんですけども、ここにステーをつけてこういう感じになる予定です。電気の線ね、これをこの中に通していくんですけど、これをどう通すかっていうのがちょっと問題です。スタジオのシールを貼ってここに穴を開けました。このような機能が標準装備になったら、より一層キャンピングカーライフが楽しくなると思います。自分たちはすぐに寄り道するタイプなので、頻繁に乗り降りをします。そのため、この機能は絶対に必要だと思っています。自分たちにとっては、とても便利な自動格納ドアミラー、玄関の下駄箱、集中ドアロックですが、皆さんはどう思われましたか？これらの装備がオプションであったら取り付けたいですか？よかったらコメント欄で教えてください。そして皆様のコメントがキャンピングビルダーさんの目に留まり、これからのキャンピングカーがより一層快適になればいいなと思っています。次はこちらのタイヤですが、スタッドレスタイヤに交換しています。横浜タイヤのアイスガード IG91 の12インチのタイヤをつけています。ホイールはいただき物です。大切に使わせていただきます。はい、外部の変更点についてはこんな感じです。それにしても今日は寒い。12月の24日、クリスマス寒波も真っ只中。寒かった。それでは室内に入っていきたいと思います。まずは玄関入って左側によく使うものをかけています。エコバッグを2枚ここにかけています。その上にレオンのリードとカメラストラップをかけています。入って右側にはエアコンのリモコンを磁石で止めています。結構しっかりくっついていますので、走行中に落ちることは今のところないですね。正面の電気関係のボックスの中にはオーニングのリモコンと一酸化炭素チェッカーがこのように収められています。はい、それでは収納関係を紹介していきます。まずは上部の収納を順番に見ていきましょう。ここにはお鍋やフライパンなどのキッチン用品と布巾、ビニール袋、動画でもよく出てくるゴミ袋スタンドが入っています。で、あとこれなんですけど、ダイソーのフライパンプロテクターっていう商品なんですけどね、これをこうやってお皿に挟むことでカタカタいう音を防止してくれます。こちらにはコップや食器類が入っています。この奥にはラップが入っています。
ここにはスピーカーがあるので、その上にプラダンで棚を作って収納ケースを置いて使っています。収納ケースの中にはカップラーメンや小さな夜間を入れています。隣は私専用の場所になっていて、旅の時には化粧品やヘアアイロン、ドライヤーなどを入れています。こちらもスピーカーをカバーするプラダンの箱があるので収納しやすくなっています。こちらはシーさん専用の場所になっています。違います。はい、開けますよ。はい、シーさん専用の場所になっていたのですが、そう、まあ、車のちょっとしたパーツ類やシーさんが使う老眼鏡とか、あとタオルですね、歯磨きセットなどを入れています。でシーさんが旅に行くときはここにヒゲ剃りを入れるんだよな。そう、だから俺のは歯ブラシとヒゲ剃りだけ。はい、助かってます。こちらの中にはレオンくんの室内用トイレマットとか、あとトイレシート、主にペット用品やお掃除グッズ、コロコロとかねが入ってます。あと車内でよく料理をするので、こちらいざという時のための消火スプレーです。 Amazon で購入しました。実はこの電子レンジの中も収納スペースになっています。自分たちの電子レンジはターンテーブル式なので、ターンテーブルをセリアで買った鍋蓋を入れるケースに入れています。こちらですね、このケースに入れていると走行中に音がすることがないので買ってよかったですね。あとはキッチンペーパーやティッシュペーパーの予備とか調味料が少しここに入ってます。それではね、ベッド下の収納に行きます。前側には400アンペアアワーのサブバッテリーと3000ワットのインバーターが収められています。サンシェードをこの上に置いてます。サブバッテリーとインバーターの間にハンディクリーナーとテーブルの足とタオルを置いています。この場所にね、ハンディクリーナーがあるとすごくお手軽に使うことができて大変便利なんですよね。このハンディクリーナーなんですが、吸引力抜群でめっちゃ優秀なんです。ちょっと使ってみましょう。今はね、三脚のねケースに入れて収納しています。それではちょっと使ってみますね。ここにねほうきを置いてるんですよね。これで綺麗にできます。ささっと履いて、そう、よう使うな、それな。旅に行くと毎朝一応これはします、うん、でね、あとこの下駄箱の中も結構砂が溜まるので、これをハンディクリーナーでちょっとお掃除してみたいと思います。ちょっと靴を出しますね。あ、結構ほこりしと。それでは実際にお掃除してみます。ほんま吸引力抜群やな。抜群よ。ここはやっぱりほうきでは掃除しにくいから、この掃除機がすごい役立つな、うん、通常ね、このようなハンディクリーナーは専用のアダプターを使って充電するのですが、このハンディクリーナーのいいところは充電が USB のタイプ C でできるところですね。これタイプ C ですね。一遍挿してみます。こんな感じでね、これがすごく便利でね、使いやすいですね。はい、次お隣さんへ移ります。こちらはですね、はい、こちらはコーヒーセットとおなじみですね。これ大きなフライパン、うん、ポットに炊飯器、あとお米とかカセットコンロも入ってますね。ここにも調味料を入れてます。こちらにはカセットコンロと IH 調理器、ラップの予備とキャンプ用品が少しだけ入ってますね。この IH の下には椅子が入ってます。こんな感じでリアシートの下にも収納スペースがあるのですが、このソファーを動かして扉を開けてアクセスするようになっています。この中にはポータブルバッテリーが入っています。我が家にはポータブルバッテリーが2台ありまして、夏場にエアコンを使用するときはオーキテルの P2001 を使い、それ以外の時期はこちらのエコフローのデルタ2を使います。その他にクーラーボックスと工具を入れてます。で、こちらの方にはシュラフも入れてます。今後はクーラーボックスの代わりに小型の冷蔵庫を設置したいなと考えています。便利な機能としては JP スターさんで付けていただいたこちらのコンセントです。こちらのコンセントはポータブル電源から
ハッピーワンプラスのサブバッテリーへ充電することができるコンセントです。エアコンの使用量が増えて、サブバッテリーの電気が減ってきた時に、大容量のポータブル電源から充電できるようにしました。このシステムがどれくらい活用できるのか、夏が来るのが楽しみです。隣の FF ヒーターを設置しているスペースなんですが、結構広いデッドスペースがあります。ただ、パイプがかなりの高温になりますので、直接物が当たらないように、イレクターパイプと金網で台を作って収納スペースにしました。意外と収納力があるのでびっくりしましたね。こちらにはティッシュペーパーやレオンのトイレシートのストックを入れています。このスペースの活用については自己責任で気をつけて利用してください。コーヒーの粉なんですけど、これを入れてちょっとでもね、軽油の匂いがしないようにって思ったんですけど、あまり効果はありません。それでは給水タンクなどの水回りについて説明します。本来ハッピーワンプラスにはステンレス製の24リットルの常設給水タンクがついていまして、外部から直接給水することができるようになっています。ホースから直接給水できる方にはとても便利ですが、マンションなどにお住まいでポリタンクから給水するのには少し面倒だと思います。標準のタンクは簡単に取り外すことができないため、どうしても水がタンクの中に残ります。気にならない方はいいのですが、自分たちはポリタンクの方が扱いやすいため DIY でポリタンクに変更しました。変更した時の動画も出していますので、気になった方はご覧になってみてください。排水システムにも少し問題がありまして、過去に動画を公開していますが、排水タンクがいっぱいになり水がシンクまで溢れてきた場合、こちらの排水パイプとシンクの取り付け口から水が漏れてきます。自分たちの車は旅の途中で水が漏れて床が水浸しになりました。水漏れはカビの原因にもなりますので、本当深刻な問題です。水漏れしていた部分にパッキンを取り付けて水漏れを防ぐことにしました。ただこれにも問題がありまして、パッキンをして気密性を高めたことにより水漏れはしなくなりましたが、排水がスムーズに流れなくなりました。そのため仕方なくパッキンを外すことにしました。今のところ排水タンクがいっぱいにならないように注意しながら水を使うようにしています。排水タンクは14リッターのため、給水タンクの水がなくなるよりも先に排水タンクが満タンになります。自分たちの車は給水タンクがポリタンクなので、水を使った量が目視できるので、排水タンクの水量をある程度把握できますが、標準装備のまま使用されている方は注意しておいた方がいいかと思います。ちなみに水回りの問題についてはJP スターさんに問題定義させていただきましたが、対策や改善についての答えはまだいただいておりません。おそらく JP スターさんの方ではハッピーワンプラスをキャンピングカーとしてフルに活用されている方はいないのかと思います。自分たちの旅のスタイルはキャンピングカーとしてのハッピーワンプラスをできるだけ快適に使いたいと考えているため、レビューに関しては忖度抜きに感じたこと思ったことを正直にお伝えするつもりですので、コメントチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。動画の最後にはハッピーワンプラスを購入して感じたことなどお話しするつもりですので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。話を戻しまして、給水タンクの横に少しこのスペースがあります。奥に2リッターのペットボトルとこちらの5リッターのポリタンクが設置できるようにしています。夜遅い時間に隣に車が止まっていて、シンクの水を使いたい時などに、このポリタンをこのようにして使うことができるため、とても便利です。給水ポンプの音がかなりうるさいので、今後はこちらの防音についても考えていきたいと思っています。次はバンクベッドにある充電ステーションをご覧ください。まあそんな大したものではないんですが、自分たちはこの部分を充電ステーションと
呼んでいて、頻繁に充電が必要になるカメラのバッテリーをここで充電できるようにしています。2人分の Apple Watch やクリップ式の扇風機なども充電できるようにしています。このクリップ式の扇風機ですが、普段はここに挟んで空気を循環させていますが、夜になるとこちらに挟んで FF ヒーターで温められた空気を運転席側に送って、できるだけ温度差が大きくならないようにしています。バンク部分では日本の突っ張り棒が常時活躍してくれています。上の突っ張り棒にはカーテンを取り付けています。下の方は荷物の落下を守ってくれています。これは本当役に立っていて、安心してバンクに荷物を乗せることができます。電動オーニングが故障した時に使う棒ですが、 H1RVLIFE さんのインスタグラムで紹介されていて、この部分に収納することができるのです。これは本当素晴らしいアイデアで、すぐに真似させていただきました。この棒をどこに収納しようかと考えていたのですが、いいアイデアが浮かばなかったので本当感謝しております。次はこちら、ここにハンガーをかけられるようにしました。冬場はアウターをかける場所が必要になるので、ここにかけることにしました。皆さんはアウターをどこに置いていますか？コメントで教えていただけると嬉しいです。この動画を見ている他の方の参考にもなりますので、コメントお待ちしております。それではこの床に置いてある箱たちを見てください。このポジションは結構使いやすいので、頻繁に出し入れするものを入れています。まず一番左側の箱にはよく使うカメラの三脚ですね。次の箱が私がよく使う小物やゴミを捨てたりできる袋類を入れています。この真ん中の部分にはカメラを置いています。そしてこちらの方にはカメラのレンズを入れています。ここの箱たちはただいまテスト中なので、最終的には木材で作ろうと思っています。ここの箱は椅子を上げる時には邪魔になるので外さないとダメなんですね。完全に固定するわけにはいかないので難しいです。で、皆さんはこの部分をどのように使われていますか？よかったらコメントで教えてください。ここを見てください。運転席の後ろの部分ですね。ここに自分たちはコンセントをつけていただきました。パソコンや撮影に使うマイクの充電がお手軽にできるようになっています。移動中はパソコンをこの隙間に置いているので、ここにコンセントがあると簡単に充電できますね。携帯の充電もシガーソケットを使ったり、こちらのコンセントを使ったりしています。それでは収納方法について質問が多かったテーブルを見てみましょうか。自分たちはテーブルをこちらに収納しています。皆さんはどこにテーブルを収納していますか？よかったらコメントで教えてください。作りはとてもシンプルで、このように板の上に乗せてるだけです。板の上にはテーブルが滑らないようにスポンジを貼っています。すると念のためにこのようにロックをかけています。使う時はロックを外して、先にこちらの金具を広げます。こちらも広げます。そしてテーブルを引き抜いて取り付けます。もともとつけていた足を外しているので、このように足元がすっきりしていて、こちらの引き出しも開けることができるのでとっても便利ですよね。こちらのテーブルについてはハッピーワンをターボ化されているカラユーチャンネルさんの動画を参考にさせていただきました。もう一つおすすめしたいのがこちらの電気毛布です。 Amazon でね、安くで購入することができました。 FF ヒーターで室内はね温まってるんですけども、どうしてもねこのフローリングの部分っていうのはね冷たいんですよね。この電気毛布を引くとね足元がねポカポカしてるんで、マイリンのお気に入りです。これ洗えないので薄いブランケットかけておくとね、汚れてもねこの上だけ洗えるのでね、こういった形で使っています。冬にはもってこいのアイテムだと思います。電気毛布おすすめします。最近知った情報がありまして、こちらの電源スイッチをなんと
iPhone のアプリで操作できるのです。車内にいてもスイッチを押すのが少し面倒な時ってないですか？ましてや外にいる時などは一度靴を脱いで上がらないとダメなんで、めっちゃ面倒ですよね。それを解決してくれるのがこちらのアプリです。まずね、アプリを立ち上げるとこのような画面が出てきます。ボタン表示は最初は中国語が出てきますが、ボタンを長押しして変更できるようになっています。それではね、ボタンを押してみますね。給水ポンプ、ほらこんな感じ。どうですかこれ。サイドオーニング、ピッ、はい、素晴らしい。押すと消える。消える。これね、実は面白いことに、このアプリでする場合は電源ボタンを押さずに直接これでいけちゃうんですよね。はい、裏技でーす。詳しい設定方法などは、ハッピーワンプラスの関西正規代理店のカラーズ草津店さんのインスタグラムで公開されていますので、そちらで確認してくださいね。カラーズ草津店さん、本当にね、素敵な情報を提供いただきましてありがとうございます。これは本当めちゃめちゃ便利です。皆さん寝る時なんですけど、電気とかつけてますか？真っ暗にして寝てますか？よかったらコメントで教えてください。自分たちはこれをね使っています。同じ職場のねお姉様に教えていただいたのですが、ソネングラスと言います。結構ね類似品とか出ていて、安いものもあるんですが、なんかちょっとねおしゃれ感が違うような気がしました。電気はソーラー充電と USB のどちらでもね可能でして、この部分ね、これをこのようにすると電気がねついて、とてもねいい雰囲気にしてくれます。それでは最後に運転席周りをご紹介します。最初にね、本当にやってよかった DIY がこちらの床のデッドニングです。ベース車両が軽トラなので、やはり車内に響く騒音は結構すごいんですよね。高速を使って長距離移動をする際に車内の騒音って結構疲れるんですよ。デッドニングすることによって当初よりかなり静かな車内になりましたので、音が気になる方は試してみてはいかがでしょうか。この音問題に関しても皆様のご意見をお聞きしたいので、よかったらコメントの方お願いします。さて、この車をどのようにデッドニングしたのかを少しご覧になってください。If I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. No, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby. Without今からこのレアルシルトを床面に貼っていくんですけど、これまあある程度の大きさに切ったんですけど、まだちょっと大きいのでね、場所によってはこれをまあ
半分にしたり4分の1にしたりして床面に貼っていきます。できるだけピタッと床面の凸凹に合わせてこれを貼っていた方がいいんですね。これでゴリゴリゴリとしてできるだけこの凸凹にね、凸凹に合わせた形でピタッと貼っていくっていうね作業になります。しっかり圧着させます。前よりも頑張ってます。こんなとこまで張り上がったな。手抜いたらあかんで。めっちゃ全然頑張ってて。しっかり圧着させて。助手席側やからめっちゃ丁寧にしとうけど、こんなとこまで誰か張ったんこれ。めっちゃやりにくい。そっちはまだやりやすいからな。残しとくわこの上。ここだけ自分のとこは自分できっちりと貼ろう。ね、これ意味あるん？ゴリゴリあるよ。ふわっと貼っとうだけやったら振動を抑えきられへんから、しっかりとレアルシルとかね、こういった感じで貼れました。これですね、これで足元フロント側ずーっとこの前もね、この辺まで貼れるところはね貼ってます。運転席側こんな感じです。余ってもしょうがないのでね、いっぱい貼りました。こんな感じです。こういった感じでね、手の届くところはね、すべて貼りました。まあ、どこまでね、効果があるのかはちょっとわからないんですけども、まあ、できるところはね、やっておこうと思ってね、すべて貼りました。これをね、全面に貼っていこうと思います。これで音をまあ遮断するような感じですね。They were in high school when they met, and things got kind of awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, they would be together. これ貼ったんですけど、まあ夜でね、暗かったので撮影できなかったんですけど、こういった感じでね、貼っていきました。この辺りはね、こんな感じで貼り詰めております。この辺も貼ってますよ。それからコンソールの下、この辺ですね。この辺も貼ってます。この上とかもね、貼りたいんですけどね、またね、ちょっと時間を見つけてね、貼ろうかなとは思ってます。はい、助手席側ね、こんな感じでね貼ってます。はい、このような感じでね作業いたしました。作業自体はね難しいものではないので、音が気になる方はぜひチャレンジしてみてください。また違うやり方でしようと思っている方はぜひコメントで情報を教えてください。他の視聴者さんもね参考になると思いますので、よろしくお願いします。次はこちらですね。ピボットのスロットルコントロールを取り付けました。これはめちゃめちゃいいですね。正直街乗りに関しては不満なく走ることができます。スロコンは簡単に言うと、アクセルを踏んだ時のエンジンのレスポンスを良くする装置ですね。ノーマルの場合アクセルを踏んで一呼吸置いて車が動く感じですが、スロコンをつけてからは気持ちよくキビキビ動いてくれるので、かなり快適になりました。ハッピーワンオーナーさんに聞きたいことがあります。標準装備の Android オーディオですが使われていますか？よかったら教えてください。音楽を聞くだけなら使えるのですが、 Google マップは使い物にならないですよね。自分たちはビッグボスからいただいたこちらのねナビを使っていますが、新しい地図情報が知りたい時などはスマホをねここにつけてナビとして使用しています。スマホを挟むタイプよりこのようにね磁石でセットする方が僕自身は使いやすいのでね、この方法はおすすめですね。こうやって横向きでもいけますのでね。
こんな感じで私たちのハッピーワンプラスを紹介させていただきましたが、参考になりましたでしょうか。それではキャラバンから軽キャンピングカーに乗り換えてどうなんやってところ、マイリンどう思う？せやな、一番嬉しいのは車内で水が使えるところ、で次に車内で立てるところ、であとは、ヘアアイロンとかドライヤーとか、電化製品を使えるところ、あとは雨の日でも外に出なくても、この車内の中で全てが完結するところ。そうキャラバンの時って結構外から回って荷物取ったりっていうのがあったもんな。それはまあなくなったよな、あのストレスはやっぱり大きいよな、雨降りの日な。であとエンジンを切った状態で冷暖房が使えるところ、それは大きいな、大人4人で寝れるところ、この間な、楽しかったよな、寝れるよな。それかな、キャラバンと軽キャンピングカーのどちらがいいのかっていうのは使い方によって違うよな、僕はサーフィンやスノーボードをやっているのですが、もしねそういった遊びをメインでするんであればキャラバンの方がいいのかなって思います。なぜならキャラバンの方が、高速走行も安定しているので目的地まで、スムーズに行けます。それでね、荷物もねいっぱい乗るので、やはりねキャラバンの方が使いやすいのかなって思います。今のね自分たちはのんびり旅ができたらいいので、軽キャンピングカーに乗り換えてよかったなって思います。ハッピーワンプラスを購入して良かったのか悪かったのか、どっちですか？これはね、結論から言いますと良かった。はい、私もです。良かったです。良かったな、この後は旅の様子などの映像を流しますので、それを見ながらしんさんの話を聞いてください。はい、お願いします。マイリンといつも言ってるのが、とにかくこの車内が快適なんですね。車中泊している時のストレスがなくて、とにかく快適で楽しいんです。ちょっと前に九州を旅してきたのですが、本当もう快適すぎて帰るのが嫌で、もっと旅を続けたいって思わせてくれるような車ですね。復活してきました。ただしこれは今の自分たちのハッピーワンプラスだったらということで、納車されたままのハッピーワンプラスだったら正直ね、快適な旅はできてないのかなと思いました。だからね、全てにおいて満足かって聞かれたら、それはノーと答えるしかないですね。これは本当皆さんそれぞれのキャンピングカーへの考え方によって感じ方も変わってくるんだと思います。なのでハッピーワンプラスを全ての方へおすすめできるかって聞かれると、気軽にできますよとは言えないです。じゃあどこの軽キャンピングカーがいいのって聞かれたら、ハッピーワンプラス以外の軽キャンピングカーには乗ったことがないのですいませんがわからないです。でも気になる軽キャンピングカーは何台かありまして、お試しで車中泊してみたいとは思います。話を戻して、ハッピーワンプラスですが、まず見た目の可愛さは大満足です。そして価格と装備ですが、他の軽キャンピングカーに比べてリーズナブルだと思いました。オプションも含めて自分たちが必要だと思う装備を備えた場合、JP スターさんのような価格ではとてもじゃないですが購入できないと思います。この部分に関しては JP スターさんの企業努力と社長のキャンピングカーを気軽に買えるようにという思いが伝わってきますよね。ただいいことばかりではなく、少し残念な部分もありますので、そのあたりもお伝えしておきます。キャンピングカーはいろんなパーツが取り付けられています。そのパーツの取り付けのクオリティが少し低いように感じました。例えばこちらの FF ヒーターのスイッチパネルですが、斜めについてますよね。他にもブラインドの枠が斜めについていたり、扉の立て付けが悪かったり、ネジが外れたりっていうことが
ありました。国産の車をディーラーで買うような感覚で購入するとなんじゃこりゃみたいになるかもわかりませんので、そのあたりは注意が必要ですね。普通に車を購入する場合はだいたい家の近くで買うので、何かあってもすぐに車を持って行って見てもらうことができるのですが、キャンピングカーの場合はそのあたりが難しい部分でもありますよね。そのためにも納車前の点検をもう少し慎重にすることにより防げることがいっぱいあるので、そのあたりのチェックが改善されてより完成度の高い状態で納車されるといいなって思いました。軽キャンピングカーの購入を考えている方は購入前にレンタルして走りと車中泊を体験した方が絶対にいいと思います。走りや乗り心地に関しては本当に満足できるようなものではありませんので、最低でも試乗はされた方がいいと思います。自分たちは奈良県にありますガレージトライさんでレンタルさせていただきました。親切丁寧に対応していただき、とても気持ちよくハッピーワンをレンタルすることができました。こちらではなんと1000万円クラスの高級キャンピングカーもレンタルしていますので、友達と一緒にね、レンタルするのもいいかと思います。自分たちはレンタルして、ハッピーワンをしっかり体験してから購入することを決めました。パワーのない走りや軽トラックの乗り心地、高速走行での不安定な感じなどが許されるのであれば、ハッピーワンプラスは買いだと思います。自分たちはハッピーワンプラスを購入して本当に良かったと思っていますし、この車でもっともっと旅をしたくてたまりません。こんな感じでね、自分たちの思いを喋ったのですが、少しは参考になりましたでしょうか。今回は特に皆様のご意見が気になりますので、コメントの方お待ちしております。